はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、前回 AQ1 さんで第1弾を撮らさせていただきましたデカ盛り店にお願いするおすすめの朝食メニューということで、本日もですね約4キロ前後で完全にお店お任せで朝食をお願いしております。で、本日ですね訪れてるお店が僕の後ろに見えております、焼き鳥萩さんでございますね。萩さんといえば、まあ、チャレンジメニューとかでもございます親子丼、こちらが有名なメニューでして、鶏料理が美味しいお店さんなので、本日はですねどんなものが出るか楽しみなんですけれども、早速ですねこちら萩さんの店内に入って、こちらおすすめの朝食食べていこうと思います。はい、ということでただいまですねもうすでに萩さんの店内に入っております。見てうまそうな料理たち。こちらが萩さんの大食いにね提供する約4キロほどの朝食メニューとなっております。早速ではございますが、出来たてをねいただきたいと思います。とりあえずまあサラダということで、サラダももうすでに 2,3 人前の量でございますね。うまそう。普通の方だったらもうこのサラダだけで多分朝食ならねお腹いっぱいになる量はありますね。うまっ。そしたら続いてねちょっといろいろ行きたいところなんですけれども、唐揚げ、揚げ物がございますので、これ、ね、揚げたていただきましょう。で、萩さんちの唐揚げはまたね絶品なんですよ、これ。いただきます。うん、あ、うまっ、うまっ。ちょっとこのカリカリサクサク食感、ピンマイクに音入ってるかな。衣はねサクサクなんだけども、噛んだ瞬間肉汁がブワッと溢れる。じゃあこの辺りでね、もうちょっと唐揚げいったらやっぱり白いご飯食べたくなってきたんで、もうカツ丼、親子丼食べてみましょう。こちらのメニューはですね、これとんかつではなくて鶏を使ったチキンカツ親子丼ということで、早速ね、うわたまんねー。一口目はこれ卵とねお肉合わせていっちゃいましょう。ハゲさんめちゃくちゃうまいっす、これ。あのね、ちょっと想像と味が違う。やっぱりね親子丼系なので、割り下の甘い感じかと思ったらカレー風味のちょっとねスパイシーな味になってるね。うまっ。あ、しかもこれあれですね、だし、カツオ系のだし、カツオと鶏ガラのダブルで。うわ、なんだこれ。これメニューにはないですよね。それはないけど、カレーの親子丼っていうのは通常のメニューなんで。皆さんちょっとね、これとは別になっちゃうんですけれども、通常メニューでもですね、カレーの親子丼があるんで、ちょっとねこれ味わってみたいよって方はぜひそのカレーの親子丼食べてみてください。うまっ。そしたらねこの辺り、まあ、副菜もいただきましたよ。これきゅうりの塩昆布和えじゃないでしょうか。うまそう。うまい。これ実はですね、僕お店に来た時にオーナーさんに言われたんですけど、動画で萩さん来るのなんと3年ぶりらしいんですよ。結構ですねやっぱ大食いの仲間からも連絡をもらったりとか、萩さんの話もね聞くので、
んか自分的にはもう全くそんな久々な気がしてなかったんだけど、だって今までこう萩さんではデカ盛りとかチャレンジメニューばかりいただいてたので、久々に来て一品物いっぱいいただける撮影なのは幸せっすね。そしたらこの辺りでまたね一品ご紹介しましょう。続いてはこちら、これレバーですね。この生姜がいいね。あ、煮物なのにさ、もう全然このレバーがパサついてないの。うまい、これめっちゃうまい。ちょっとせっかくならこの辺りで、よいしょ、これマヨネーズ使ってさ、ちょっとこれでいっちゃっていいっすかね。うん。やっぱりさ、料理って大量に作ったり、それこそデカ盛りとかでね提供すると冷めちゃったりして、なかなかねこう美味しく作るのって本当難しいと思うんですよ。でも毎回ね撮影のデカ盛りとかでも美味しくね提供してるこういったお店さんは、まあ、そもそもがねやっぱ料理のスキルがすごいんだわ。そしたらこの辺りで次の一品ご紹介します。こちらがですね、牛すじ煮込みということで、もう、あ、柔らかい、触っただけで柔らかい。いただきます。うまっ。ごめんね、あの食べ方としては良くないかもしれないんだけど、この汁自体もさ油が出てて美味しいから、ここに、これはもうわがままな食べ方なんでちょっとインサートとかも映さないんだけど、うまっ。まださ、この牛の甘みと野菜の甘み、ごぼうの香りがね特にいいアクセントになってる。うめえ。もう思わずさ、これうますぎて他の料理全く浮気せず食っちゃったもん。そしたらこの辺りでこちらでございますね、朝食らしいこれ卵焼きご紹介させていただきましょう。この柔らかさ見てください。うわ、うまそう。うまっ。薬味も一緒にね。うまっ。4か言わないか悩んでるのとかって、はい、4キロって言ってたでしょ。はいはいはい。丼が 3.8 で唐揚げが1キロなんで、え、あ、いただきます。ありがとうございます。さっきね提供していただくときに言われたんですけど、このね手前の2個はニンニク系の下味で変わってるらしくて、これやばい。直近のといいますか、最近の僕の動画を見てくださってる視聴者様は
分かると思うんですけれども、だいぶ昔に比べると一時期食えなくなったので、 3,4 キロぐらいのね重量の食材とかでも一回苦しくなる感じがあったじゃないですか。でもこのダイエットのおかげというか効果なのか、さっきね聞いたところによると多分 5.5 キロぐらいはあるんだけども、ペロッとけちゃううん、でもちょっとね今店員さんとお話しながら食べてましたけど、もうねあっという間にこのすり鉢もなくなっちゃいます。そしたらただいまですね、こちらの丼物を完食しましたので、最後の唐揚げは残しつつ、まだ紹介してないですね、もう最後の一品でございます。こちらですよ、これ鶏肉の間にごぼうと人参かな。白飯ってちょっと余ってたりしますか？ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ちょっと生卵と白ご飯いただきましたんで、うわーこれうまいっすよね。うまっ、あーうまっ、最高。ごぼうの食感がいいね。そしたらこれ最後にですね、生卵をいただきましたんで、うわこちらにお醤油と卵かけご飯と唐揚げで締めさせていただきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、こちら炭火焼き鳥萩さんで大食いに提供する完全お任せの朝食でございますね。本日は結局おかわりしたご飯込みで、まあ6キロ近くなったのかな、食べたのかなとは思います。改めてですね、こういったデカ盛り店っていうのは結局何よりも料理が美味しいということで、まあ、今回のようにですね、皆様に一品物なんかも多数紹介できてよかったかなと思います。3年ぶりのね、僕も来店ということで、こういった形でですね、萩さんのいろいろなおすすめメニューを食べれまして、今日一日最高の撮影でございました。今回のメニューに関しましては、通常販売してないものも一部ございますが、こう今日見てね食べたいなと思った方はぜひこちらの萩さんで美味しい料理食べてみてください。僕次来る時はカメラも持たず、うちの妻と子供と一緒にゆっくりと飲みに行きたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近では一応黙食動画、喋らないように編集カットして食べてるシーンだけを上げてるようなサブチャンネルであったりとか、概要欄の方にね記載がございますので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。久しぶりの萩さんね、もうねこんなに久しぶりと本当に思わなかったわ。やっぱみんなからね、この前行ったよとか、萩さんのあれうまいよねとか、まあ他のね、大食いのメンバーも普通に撮影外でも飲みに行ったりする話とかも聞くので、なんかこう不思議と自分が行ったような気になってて、でも本当に東大元暮らしだよね。やっぱもうこんだけこう身近なお店になってくると常にね行ってる感覚になってましたわ。本
と、なんかね、こんだけ美味しい料理を数年食べてないっていう事実に、まあ、驚愕もするし、マジかと、もったいないことをしてたなと思いました。まあ、今後もですね、まあ、今回のこの朝食シリーズをきっかけとして、今後もですね、こちらの萩さんにどん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 通い詰めていこうと思いますので、まあ、もしですね、萩さんよく行くよっていう方がいらっしゃいましたら、おすすめの料理なんかも教えてください。そしたらこの辺りで本日の雑談コーナーですね、前回は末広屋さんに、行った動画をね、上げさせていただきまして、まあその夫婦の感じいいねとか妻のこととかね、いっぱい書いてくださってありがたいんですけれども、それについてね、まあ、ちょっと触れるのは気恥ずかしいということで、他の話をね、まあ、しようかなと。で、一応ですね、あのコメントに多くいただいたのがダイエットどうしたのということで、まあ、そう思うよね。大食いのこの生活をしてさ、ダイエットなんかできるのって、まあ、普通思われると思うんですけども、まあ、やり方としては皆さんと基本的には同じかな。撮影外で、食事制限だったりとか、しっかりと運動したりっていうところで、できる限りね、リバウンドしにくいようにとは思ってタンパク質も取りつつやったんですけれども、まあ普通にこう1ヶ月半ぐらいで13キロってことはですね、確実に落としすぎですので、ちょっとリバウンドが怖いなというところもあって、今現在もですね、しっかりと継続してダイエットをしております。で、まあある程度目標体重というか、こう普段ですね、チャレンジの撮影とかも行く頻度が増えて、食べれる量がね戻ってきたというか、結構まあ現役の時っていうか全盛期の時に比べると、多少はね、まだまだなところもありますけれども、ある程度、こう、撮影するにあたって、問題ないような容量には戻ってきたので、これ以上落とすっていうよりかは、現状の、まあ、体重というか、まあ、見た目だね、を維持しつつ、こう、筋肉量を増やしてって、まあ、体重がね、増加しても、まあ、しょうがないかなと、まあ、そのあたりは、とは思ってるんですけれども、とにかく、まあ、この仕事をね、するにあたって、で体の健康が第一だと思いますんで、まあ、ダイエットをしたいというよりかは健康に行きたいというところで、しっかりとね栄養を取りつつ、タンパク質も取りつつですね、バランスよく食事生活で、運動もしております。だいたいね、今週どれぐらいだろうな、1時間ちょっとの運動筋トレっていうのを週4回ぐらい時間見てして、お酒飲む時もね、今までは結構がっつり食ってたんですけど、そういった部分を完全に減らしまして、もう半分以下ぐらいかな、まあ、ちょこちょことつまみつつ糖質脂質気にして生活をしております。で、そのうちに10日に1回ぐらいはチートデイを挟んで、痩せにくくなるような体をこうさらに加速させるように、まあ、お酒飲むときにはね、ちょっと重たいもん食べたりとかして楽しんでおります。ダイエットはね、無理すると確実に続きませんし、心にも負担がかかるので、皆様もですね、ダイエットする際はまあその短期的にって考えるとどうしてもね、こう無理しがちですけれども、中長期的にね、ゆっくりと落とすことを目安に、まあ、僕と一緒にねダイエットを頑張っていただければと思います。みんなでですね、健康な体を手に入れて、夏にいい体を見せましょうはい、ということで本日もご視聴ありがとうございました、また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。